こんにちは、トコチャンネルです。今日はロルバンをね、またメルカリさんとデルフォニクスさんから買いましたので、そちらの紹介していきたいと思います。まずデルフォニクスさんで買ったもの、箱から出すのガシャガシャ、すいませんね。まずはね、20周年の記念のに出された花束とケーキっていうのを買いました。ね、以前にその、メルカリで転売ヤーから買うなっていうね、ことに対して買いますよって言ってて、でもこうやってね、自分で手に入れるも、入れれるものはね、買うんですよ。確かに。買えれば。わざわざね、人の、なんていうの、気分的にその人の手に渡ったものと渡ってないものだったら、それはね、私だって渡ってないものを買えりゃそっちに越したことないんで。ちなみにデルフォニクスさん、確かに、ね、送料が、これだけだったら多分400円ぐらいだったのかな。でもね、あと2冊買ったら、600円か700円。確か取られてる。ちょっとだっけと思いながら。でも、まあ、とりあえず20周年の。まあ、中身はね、みんなご存知だと思うんでね。普通のロールバンドで。ただね、その、これ、幅束、綺麗だなと思って、これ多分、ね、金だよね。白押し、すごい。文字も金。こっちは字が白かな。でも、この20周年のポイントが白押しになってるんで。ケーキと花束可愛いと思って、他のはいらない。なんか全部5種類あって、全部買うと、プラスなんか、まあ、コンプリートおめでとうみたいな、なんかおまけがつくらしいんですけど、そこまでいらないんでね。単純にこれケーキとこれが可愛かったら欲しいと。まあ、後でね、メルカリ見たんですけど、これ注文してから、出てて、これだけ買うんだったらメルカリで買った方が安いなって、正直、送料のこと考えればね。ただまあ、今回ね、こっちも買ったんですよ。このハンバーガーの、M。これね、半額になってたんですよ。いや、私的にはもうそんなに M は必要なわけじゃなかったんですけど、ただね、いっぱいね、ロルバン言ってるから、今度、お裾分けに、今度じゃないけど、お裾分けに入れようかなって思って、買ってみました。安いし。そう、580円の半額だから、実際、290円の税。318円。319円、何言ってんだ、290円って言ったけど、たまに買って暗算間違えます。ちなみに小学校の時に暗算検定1級持ってます。全種類もね。なのにもう年とともに暗算もできなくなりました。昔はね、掛け算割り算普通に見取り暗算結構な桁できたんですけどね、小学校の時は。でこれをね、デルフォニクスさんから買いました。そのなんだっけ、スミスっていう店だっけ、どこにあるか知らないし、そもそも検索もしてないし、四日市にはないんでね、それだけは確かなんで、遠くまでね、行くの、前も言ったけど、偉いんで。で、次、メルカリさんで買ったのが、多分ね、この辺ね、調べたら多分今でも売ってるっぽいんですよね。気づけなきゃいけないし。ピノとカッパエビで。で、なんだっけ、カルビーの、こういう、いろんな、まあ、ドルバン含めいろんな文具とかグッズとか売ってる店がなんか閉まるとか閉まったとかなんか検索してたら出てたんですけど、なんかまあややこしそうだなと思って、まあメルカリで安かったら買おうと思って。で次、たべっこ動物、ここね、リンディスのたべっこ動物、これね、なんかこのクッキーだけの模様は今売ってるのかな、それは見たんですけど、このこのなんていうの、絵のついてるのとこの赤と半分のこう区切られてるのは多分これ昔 前に出たかなんかだと思うんですけど、まあ現状売られてるのは探せなかったのでメルカリで、高かったですけど、これ前の時からね、その最初の佐久間のピンク地の佐久間のいちごミルクのドルバン買った時から実は見てたんですけど、ただね、佐久間の方が先に欲しいとか、そういう逆に1000円ちょっとの方が手が出るから欲しいと思ってて、これも欲しいなと思ってて、ずっと買わずにね、売ってるのだけずっと確認してたんですよ。で、まあ今回ね、こうやって買うときにね、見てて、
あやっぱ食べっ子動物のこのバージョンね欲しい。でこれねちなみにそのちゃんと傷ありますよとかね、そういう多分袋ないんだよね、これ違う袋ないとか、でこれバンドもこうやって作ってるから、そのあの要は一回袋から出して使ってはいないけど、中身使ってないけど、そう出してたみたいで、でちょっとこれ白いちょん白い点とかね見えるか、こういうのありますよって書かれてて、まあ、値段はあのこの辺じゃなくお高め路線で売ってたんですけど、あのもうやっぱり欲しいなってこういうことなんです、こ悩んでて欲しいなって書いてて、ね、だからなんだって言われそうですよね、すいませんねそうこれはね本当今多分売ってるんじゃなかったかな、あのそのなんだっけ東京の方の大阪東京忘れたけど、なんかそういう店舗があるのが売ってる、そこが閉店しますよっていう記事は見たんだけど、実際これを通販してるとこまでたどり着けなくてっていうか、多分もっとちゃんと探せばあったんだろうけど、いやめんどくせえと思って売ってるもんと思ってめんどくせえと思ってもう調べるのやめたんで、あそういう性格なんでね。でピノも多分ねもしかしたら今売ってるんじゃないかなって思うんですけど、なんかそれっぽいような画像かなんかは出てきたのかな。最初にそうやっぱりね検索した時に限定とかコラボとか検索すると、まずその検索して上に出てくるのに画像と売ってますみたいな店舗出てくるんですけど、まあその売ってますメルカリ売ってますメルカリ売ってますメルカリって出てくるから、うーんもういっかメルカリでと思ってその辺ねちょっとめんどくさがり屋なんで、あのまたねちょっと気分害する人が いたら申し訳ございませんとだけ謝らせてください。ただすいません、めんどくさがり屋で購入手段は選ばず手に入ればいいと思ってるんで、あのね、あそうちなみにあのハピソルさんって YouTube されてる方 あの動画見てて、そのすごいこれのね新作出る発売になったって紹介してるって方のあのチャンネル名教えてもらって早速登録して見てたら、まあ、そればルルバーンばっかりじゃないですけど、早速ねルルバーン あの広島地域限定の広島のが出て買いましたよ、でその転売屋から買わなくても店舗に電話すれば送ってもらえますよっていうのを聞いてほーと思ったんですけど、ただ広島の柄は好きじゃない私は、あのちなみにレモンが好きじゃないからレモン柄好きじゃないんですよ、あちなみにレモン柄ね、うん、でそういうの聞いたから、あそういう買い方もできるんだから、売ってれば店舗で売ってるって分かれば、あで電話で問い合わせて送ってもらうってことできるんだって、ただ私の中ではそれは着払いなのかとかね、その安い薄いものだからさ結構安い送料で送れるはずなんだよね、だから振り込んでから送ってもらうのかちょっとその辺分かんないんですけど、もし着払いって言われたら普通に宅配便の、ね、最低サイズ60になっちゃうから、しかもそれがねメルカリみたいに定額じゃなくて普通の U パックとかヤマトの宅急便とか他の宅配便とかでもいいんですけど、そういうやつだと普通にどっかからどっかまではいくらみたいなのになるから、そうするとバカみたいに高い送料になるよなと思って、ちょっとそれはね多分電話で問い合わせてクレジット決済はないと思うんで、まあ銀行振込か下手すら着払いってなった時に着払いだったらメルカリ安いよねって話になるんで、うん、その辺はちょっと考えていきたいと思うんですけど、まあでもねそういうのあのいろいろね周りの方が今回いろいろわーわー言っちゃったんで、結構みんながねあのなんていうの肯定してくれるし、そういう方法も教えてくれるし、結構ね皆さん温かい目でね見てくださってるんで、ほんで教えてくださってるし、あの前にも言ったけど東京駅の桜柄も視聴者の方からどこどこで売ってますよって教えてもらったんで、そこにねあのホームページみたいなネットのねサイトのとこ教えてもらったから、それで検索して見に行ったら売ってて、あ綺麗と思って、もともと東京駅一つは欲しいなと思ってたんですけど、その時もねあの教えてもらって綺麗と思って、それ見たら買おうと思ってそこに手続きして、もう注文確定って言うとこの手前で、まあ、送料出るじゃないですか、それ見た瞬間にうわ高っけーと思って、いやなんか1冊買うの尺に触ると思って2冊買ったんですけど、まあねそういう感じでね、そのまあ皆さんがね情報をくださればもうそうやってね、そのまあ、一番ね多分 100% 文句出ないのはそういうとこからちゃんと買えば文句出ないんだなっていうのは分かってるけど、まあ、自分の金銭的なものと購入できるタイミングといろいろあると思うんですけど、まあね、そう少しでもまあトラブルは避けたいっていうのが本音なんでねあればそういう購入するタイミングが
あったり、まあ、いっぺんねそういうので買ってみるのもいいかなと思ってる。そうすればどういうふうに販売されてるかっていうのも分かるだろうし、ね、そう地域限定とかね、だから分かればまあ何らかの形で調べれるかなと思ってるんで、まあ、そういう感じで今後もね、また気に入ったもの、気になるもの、新しいもので買えそうなものあればね買っていこうと思います。っていうかね、そろそろね、過去数年分ぐらい、これから先数年、過去じゃなくて未来数年分買わなくていいぐらいの量になってきてるんで、これをコレクターと言うべきか、いやもちろん使う目的で買ってるんだけど、でもなんていうのかな、コレクションとしても集めたいし、でも実用的に使いたいっていうのもあるんだけど、使うって意味ではもうこんなにいらんなってとこまで来てるんで、ここから先ね、本当にもうコレクションの意味で集めていくかどうかっていうのを考えていきたいと思います。もうこの辺なんかは正直ね、高い値段で買ってるやつはさっきのいちごミルクもね使う気はないんですよ。その辺になってくると取っときたいんで、この辺まで逆に使ってもいいかなっていうレベル、もちろんこっちもね使ってもいいかなっていうレベルなんで、これは誰かにあげたいなと思ってるんで、安いのですいませんね。たまにね、ロルバーンって何って聞かれる時があるんですよ。私も語れるほど歴史ないんで、本当に今年入ってからわーって買ってるだけなんで、そう歴史がないんで、ね、語れないんですけど、まあ、こういう感じで買っていきたいと思います。はい、長々喋ってすいません。購入品紹介終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。